今日は伝説の柔術家吉岡大吾とプーさんについて少し話したいと思います。僕が吉岡さんと最初に会ったのは僕が高校生の時ですね。それなんで96年とか97年じゃないかなと思うんですけど、僕がまだ高校生で吉岡さんが大学1年とか2年とかそんぐらいだったと思います。で吉岡さんは帝京大学の医学部に通ってて、お父さんもお母さんもお医者さんですごいお金持ち、なんか地元では結構有名なお医者さん一家で、で帰りの方向がいつも一緒だったんで、練習終わるといつも電車とかで一緒に帰ってました。柔術の、吉岡さんは、僕は柔術はあんまり詳しくないんですけど、ムアンジルでも2位になって、柔術の世界選手権で2位になって、パウロ・ミヤオとも試合して、ほとんどアドバン1つとか、そんぐらいの差で、ほとんど互角ぐらいの勝負だったんで、間違いなく世界レベルの選手だと思うんですけど、その時は、まだ、ピアブレッド大宮になる前なんで、スーパータイガーセンタージムっていうジムの名前で、初代タイガーマスク のプロレスラーの佐山先生がまだジムにいた時ですね。佐山先生はほとんどジムには来てなかったですけど、月1回とかそのぐらい顔を出すぐらいで、その時はまだ吉岡さんも総合格闘技の選手で、アマチュアで、僕もアマチュアで、吉岡さんもアマチュア でプロを目指して練習してる時でした。でたまに佐山先生来ると、吉岡さんは僕のミドルキック見てくださいって言って、先生の前でミドルキック蹴るんですけど、佐山先生も何も言わないで腕組んでこうずっと立ってで、吉岡さんはそれひたすらなんかミドル蹴って、佐山先生も何にも言わないですよね。ただこうミットの前で、ミットじゃねえや、サンドバッグの前で立ってずっと、吉岡さんも何も言われないからずっとひたすら蹴って1時間ぐらいずっとやって、何なんだろうこれは、遠くから僕はあんまり関わらないように見てました、ね、その時は吉岡さんはヘビー級で試合するんだって、ヘビー級のチャンピオンになるました。はい、で結局総合の試合には出なかったんですけど、でそのまま柔術の方に転向したんですけど、性格的にあんまり総合格闘技は向いてなかったのかなって思いますね。打撃があんまり、人を殴るとかすごい優しい人だったんで、柔術とかの方が全然向いてるんじゃないかなって思って、多分自分も性格的に分かってただろうし、それで総合の試合には結局1試合も出ないで柔術に転向しましたね。でいつも練習終わると一緒に帰ってたんですけど、技とか思いつくと電車の中とかで、加藤君ごめんね、ちょっと1回だけやらせてっつって、電車の中とかでガードポジション取り出して、もう先輩なんで断れないからしょうがないから、その電車の中で練習付き合ったりしてました、ね、なんか突然技を思いついたみたいで、忘れたくないのがよく電車の中でなんかやらされてました。吉岡さんは性格的にはすごい穏やかな人で、いじられキャラでしたね。いじめられてるってわけじゃないですけど、みんなにこういつもいじられて、エンセンさんとか朝日さんとかにいつもいじられてましたね。すごい、お父さんもお母さんもお医者さんで、すごいお金持ちで、なんでなんかそのお金に対して全然執着が全然なかったですね。いつも洋服とかも全然買わないし、いつもジムで
ジムに忘れ物の T シャツとかいつも着て、忘れ物の服とかも着て、お金とかそういうのに、食べ物とかもそうですけど、一切そういう何にも気にしてませんでしたね。高いもの買うとか、高校生の僕にいつも100円貸してとか200円貸してとか言ってたんで、でお金持ってないのかなと思ったら、おばあちゃんにお年玉もらったって、いくらもらったんですかって言ったら、うん、50万円もらったんだっつって、50万円ってお年玉じゃないでしょって言ったんですけど、なんかそういうお金の感覚っていうんですかね、お金に対して全く執着がないっていうか、朝日さんがジムに捨ててある T シャツに犬と魂ってふざけて、マジックで大和魂じゃなくて犬と魂って書いて捨てておったら、プーさんが、吉岡さんがそれ着て電車乗ってましたからね。そういうところがやっぱりちょっと普通の人とは違いましたね。試合とかも、ね、ブラジル人とかいっぱいパッチいっぱいつけて、F1 レーサーみたいにつけて、試合前もこうやってすごい気合い入れて、でも吉岡さんは体育の授業で使うような柔術着っていうか柔道着ですよね、ペラペラの柔道着着て、で何もパッチつけないで、アップも全然しないで、こうテクテクテクって歩いてて、試合会場で眼鏡ポンって外してそのまま試合している感じでした。YouTube とか出てるんで、興味ある人は見てください。Islands, long ago in the Pacific Islands. So like, you know, the begin, my beginning years of, let me check, can we, So don't be stranger and see. Okay, can you restart that over again? One time again. Okay, go one more time again. Hey, can we start over again? throughout the years now. Fuck that. Hey, how are you guys? My name is... Shit. How are you guys? First of all, let me... How are you guys? First of all... Hey, can we start over again?